最大が勝ちました、勝ちました、みんな生姜焼きに裏がるから人はもうそういう風にプログラミングされてる。おかず力とはそのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。はい、始まりました、おかず力チャンネル。よいしょー、ピュー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 、おかず力調査隊、あなたです。特保のお茶飲むとき恥ずかしくてラベル剥がしがち、どうも、おかず力調査隊隊長の岩本です。よいしょー。特保のお茶のラベルを剥がしがち、前回か前々回か忘れたけど、はい、人はいずれ死ぬから健康なんかどうでもいいみたいなことを言ったんですが、はいはいはい、まあ、とはいえやっぱりちょっと気にしてはいるわけですよ結構なんかその自販機とかでお茶買う時とかに、はい、なんか特保のやつがあるじゃん、ちょっと高い、ちょっと高いやつ、はい、で、あっと思って、だいたいあったら買うのよ、それを飲むのよ。でもちょっと恥ずかしいから、あの人やっぱ太ってるから気にして特保飲んでんじゃんみたいな、てかお前特保とかの前にもっとやることあんだろみたいな、多分俺だったら思うのよ、そもそも論です、ね、俺を見た時に、はいはい、そうで、それが恥ずかしくて買って速攻ラベル剥がして捨てて芸能人みたいなドッキリの時にあのラベルついてない飲み物置いてあるみたいな感じで飲んだ。おかず力っていうのはそのおかずでどれだけのご飯を消費できたかを表す、おかずとしての性能を表す数値のことです。ご飯を 1g 消費できたおかずに対しておかず力を10として測定を行ってまいります。ここ50じゃんここで今回の髪型のテーマを発表したいと思います。今回の髪型のテーマ、これはですね、あのロンギヌスの槍ですね皆さん知ってますかね、ロンギヌスの槍って、エヴァンゲリオンに登場してくる兵器なんですけど、まあもうロンギヌスの槍で頭を貫かれてる状態ですねまあエヴァはもう映画が公開されましたので、まあその映画公開記念ということで、オマージュ、オマージュですね。で今回このロンギヌスの槍って僕言ってるんですけど、あの髪型どうしよっかみたいな話で僕ちょっと決まんなくて、ヨメモンにお任せしたんですよね。そしたらヨメモンが言うテーマで言うと、こう串刺しということでまあ、ヨメモン的にはあの僕のことを今串刺しにしたいという気持ちなのかなと、まあ、前回トリートメントをね、前々回でしたかね、うん、トリートメントを勝手に使ってしまいましたんで、桜の、うん、前回言ったよ、コウジさんのやつが入るよ、あ、そこそこ、失礼しました、失礼しました、前々回か、で、まあ、限定のトリートメント、うん、まあ、なんか高そうな容器に入ってたんで、もうこれは髪が潤うぞと思ってまあ2回ほど使わせていただいたんですけど、ヨメモンさんもお怒りということなので、ぜひあの皆さんもね、高評価コメントしていただいて、ヨメモンの怒りが静まるようにご協力いただければと思います。お願いします、お願いします。本当に串刺しにされる前に皆さん助けてくださいはい、それではですね、今日食べていくおかずを紹介していきたいと思います。今日食べていくおかずはどう、ただの生姜焼きではありません、ヨメモンの生姜焼きです。めちゃめちゃ美味しそう、結構僕久しぶりに生姜焼き食べるかもしれないですね。今回かなりおかず力高そうなのでね、しっかり白ご飯の紹介もしていきます。よいしょよいしょ、それでは今回もパカッとしていく前に、こちらね、一人一人が一花育てて福岡市を花でいっぱいにということでね、福岡にいらっしゃる方は見たことあると思うんですけど、一人一花なんか運動みたいな感じでですね、福岡は至る所にこのステッカーとかが貼ってあって、なんか花の種が置いてあったりとか、あの博多駅とか天神の方でもね、なんか花のイベントが行われていたりするんで、まあ興味がある人は調べてみてください。はい、それでは開けていきます。もう早く食べたいが勝ちました、勝ちました、食べていきます。電車男のさそれでは今日はヨメモンさんの生姜焼きいただいていきます。いただきます、いただきます、実食、実よー、ドドン、おー、あのあれですね、あれです、トンネルズのいや俺言うほど見てない広げてきたいただきます、うまし、いいね、うん、濃いめですね、かなり美味しいです。
ここ難しいですよね。嫁もんさんの生姜焼きじゃないですか、うん、これ下手したら過去最高のおかず力を叩き出さないとなんかいけないんじゃないかみたいな、ちょっと見えないプレッシャーを感じるんですけど、はい、確かに嫁もんそこ立って見てるからさ俺らの一挙手一投足を逃さず見てるからでもマジでうまい、本当に大丈夫、うんうん、足りんかったらというと、あ、何か塩気が足りんとか、ああ、しょうが、しょうがないか、もしかして今のあの計らずもダジャレ言うシリーズですか、しょうがないかしょうがはないかっていうの、しょうが焼きの経験値が実家でのものしか今思い浮かばなくて、あんま僕外で自分から手に 取ってこなかった。マジ？お前結構それ珍しいよ、意外と。あ、本当？うん。多分みんな生姜焼きにもう群がるよ。人はもうそういう風にプログラミングされてるから。生姜の味する？生姜の味するか。まあ、するってするけど。しないんじゃない？まあ、薄め。うん、やっぱチューブがなかったんだ。まさか。え？しょうがないか、2回目。しょうがないか出ましたね、天丼ですね生姜焼き会なのに天丼ですね店長はさすが嫁さんの料理は早いですね、まあ、いつも食ってるからさ、うんうんうん、収まりがいいもん。それでは2杯目食べていきたいと思います。ちょっとここで嫁もんさんにこの生姜焼きのポイントを伺っていこうかなと。うん、嫁もさん、ポイントを教えていただいてよろしいですか。ポイントは、新玉ねぎです。なるほど。もう一人欲しいな。それだけで、あーって ならないのよ、別に。あとは、お肉に味がこうまとわりつくように、はい、ちょっと片栗粉を最後入れて、とろみつけて、なんかシャバシャバやったら味が絡まないから、うん、はい。なんかさ、生姜焼きってさ、これ早い。ぶっちゃけ、うん、その結婚してから、うん、まあ、嫁もさんのこう手料理食べるようになってから、うん、体って大きくなりました。まあなったと言わざるを得ないまあ痩せはしないですよ、ね、痩せはしない。てかそもそも痩せるという行為が一番できないから俺は。もうぶっちゃけ、うん、すげえそこまでぶっちゃけなくてもいいんだけどさぶっちゃけ、ぶっちゃけるわ、うん、そこまで別に隠してもないけど。結婚して何キロ太りました。まあ20キロぐらいじゃない全然大したことない。まあ20キロな、うん、何年間で20キロ。まあ2年弱ただそうやって2年で20キロって言うとうわって思うじゃん、うん、よく考えてほしいんだけど1ヶ月単位で直してみると1ヶ月1キロも太ってないの。ああ確かに。ってことは実質痩せてんの。うんうんうん、わかる。はい、わかります。この計算はわかります。でさらにもう日割りにするともうどんどん痩せてんのよ2年で20キロ太ってるっていう、それはもう完全に情報操作、情報を切り取ってもうメディアが伝えたいような形で伝えてるだけだから、うんうんうん、2年で20キロという数字はちゃんとした目線で見ると1ヶ月1キロ未満、うん、飲み物の料理を食べることで健康的にみるみる痩せて、はい20キロ体重が増えてると、うんうん、分かるかな。そろそろ、まあ、桜もですね、まあ、散り始めてはいるんですけれど入学シーズンですね。なんか思い出とかありますかねえよ卒業の方があるから入学ってまだ始まってないから。そうですねその時点で思い出あったらそれは前の卒業の思い出なのよ卒業の思い出か。泣いたことある卒業式で。あ、大学の、いや、去年は大学泣いてたね。大学の、まあ、卒業式がなかったんですけど、その後の、まあ、みんなの集まりみたいなので、僕たち同期が18人ぐらいいるんですけど、まあ、そのみんなでカラオケに行って夜中12時とか1時とかに全員で 4、5 曲泣きながら歌うみたいのはありました。青春でもやっぱ泣けるってすごいいいことだよ。
皆さんもね、うん、こう泣けるぐらいのね思い出をくれたらいいんじゃないでしょうか。まあ、特に学生の皆さんですね。そうね、これから新学期を迎える人は、うん、去年ぐらいからねなかなかこういろいろと活動とかは難しいですけれども、うん、まあそんな中でもできる限りなんか思い出を作ってもらえたらね、僕らもその思い出のなんか一部になりたいね、なんかこう一役買いたいね、うん、そういうのに呼んでもらえますか、なんかイベントとか出張活力卒業式ザワ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 みたいなカーテンブワーって俺らがこうお金のもとに違う違うって飯食うなって卒業式でみたいな、そしたらみんなが「はぁ」とかって泣き出すのちょっといい話して、ちょっといい話するか、飯が食えることとはみたいな、はい、そんなこんなでね、はい、無事に完食いたしました、いたしましたよ、はい、じゃあおかず力発表していきたいと思います。はい、嫁本さんお願いします。はい、食べたお米の量はあなた団員、960… あ、ちゃちゃ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 郷ひろみじゃんあなた団員1094g。 おお、久々の1000や。大台。岩門隊長、1116g。 よいしょー。大台。ということで、今回、ヨメモンさんの衝撃食べてきましたけれども、今回のおかず力はですね、2人の平均を算出して、おかず力にしていきたいと思います。今回のおかず力は、誰かロマンティック止めて、ロマンティック胸が胸が俺、あ、2回目の苦しくなるをやりたかったのにさ、今回のおかず力は1万1050でーす。それでは嫁もんさんの他の手料理も見てみたいと思った方や、いや岩もん頭にロンギヌスの槍が刺さった状態でここまでおかず力調査して、やっぱおかず力調査隊隊長だけあるよ、見直したよというあなたもですね、チャンネル登録、高評価、SNS のフォローですね、うんうん、ぜひしていただいて、次回の調査を、お待ちいただければというふうに思います。思います、それでは、本日のおかず力調査はこの辺で、終わらせていただきます、また次回お会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。新生活頑張るすべてのあなたをおかず力チャンネルは応援いたします。夢中で頑張る君へ、この CM も最近見ないね。車の前の波で実は奪い使い、うわー、めちゃくちゃ焼けてるなそんな色じゃなかったでしょ。うわ、これきついな、食べてるの横で見るのマジきついな来た、ほら来た